中小休憩後、基地の関係の皆さんが続々と来場して、控え室は相当にぎわってまいりました。先生、今どう見られますか？はい、もしかしたら先手の名人がちょっと困ったのかなと、はい、昼食前後で、はい、もしかしたら見落としがあってちょっと困って今勝負手を放ったというような、それが勝負手なんですか？はい、ところだと思いますね。これでなんとか勝負に持ち込もうと、はい、まあ見てる方からするとそういう願望はありますね。後手は次どう行くんですか？こう打ったのでこう取ると思うんですよ、はい、逃げてくれるとこう寄れば、はい、危機を脱するので、はい、こう取られて、まあ、取ると取られて、まだこう取る、もうどんどんもうこれもういっぺんに終盤戦になりますね。それでどうかという、いい手取って取ってと、はい、こんな感じでもういっぺんに、じゃあもう攻め合いになるよね。そうですね、その時にまあ本当にもうちょっと捨て身の勝負手的な感じなんですけど、はい、それがで、まあ、食らいついていけるか勝負になるかどうかっていう、はい、そういうところだと思います。この形で見てもやはり後手の方がというような感じなんでしょうか？そうですね、飛車持ってますし、王様がまだまだ広いので、うん、また先手はこの形の、コンパクトにまとまっているので、この耐久力に期待という、佐藤名人が勝負手を放ったということで、はいはい、私も勝負手を放ってもよろしいでしょうか？